ホーカー4000ホライゾンホーカー4000の離陸ホーカー4000は元はホーカーホライゾンとして知られホーカービーチクラフトによって開発された高性能な中型機のビジネスジェットである。レーセオンは1996年11月に自社のジェット機の最上位の既存のホーカー1000よりも大型の新型ビジネスジェットを発表した。ホーカーホライゾンとして知られるこの設計は 1999年に飛行する計画で認証を取得し、2001年に最初の顧客への納入が予定されていた。最初の試作機は2001年8月11日に初飛行し、2002年5月10日に第2号、7月31日に第3号の試作機が初飛行した。2002年11月に、 全米ビジネス航空協会の大会で開発機を展示して一般公開された。2007年3月時点で130機以上を受注し、2008年6月から納入開始予定である。2005年12月2日にネットジェッツが50機の新規発注に署名し、これは一社からの商用受注としては、冷静オンエアクラフト史上最大となった。ーカー4000は、 FAA の米国民間連邦航空規則パート25基準の認証を取得しており、この企画は新しい輸送機の認証に5年間の期限を設けている。ホーカー4000は2006年5月25日に実用飛行試験を完了した2005年9月にはフロリダ州エグリン空軍基地のマッキンリー機構研究所で試作機の試験が行われた。しかし、 2006年5月31日にパート25の5年間の期限が切れたため、同社は認証プログラムを最初からやり直すことになる可能性を避けるため延長申請を行った。2006年11月21日、同社はホーカー4000が FAA 形式認証を取得したと発表した。2008年5月、ブジェッツはホーカービーチクラフトからホーカー4000ビジネスジェット10機の 注文を確定した。オプション分を含めた契約金額は3億3000万ドルを超えると言われている。本契約は2008年5月20日に開催されたヨーロッパビジネス航空会議展示で発表された。ブジェッツの注文に続いて、ホーカービーチクラフトが顧客であるジャック・ピー・レボアに、 高性能な中型ビジネスジェット機のホーカー4000をカンザス州ウィチタのカスタマーデリバリーセンターでの特別式典で納入した。当時、ホーカー4000はそのクラスで初めて複合材構造を採用した航空機だった。ホーカー4000は2009年12月に中国民用航空局から認証を取得した。2010年2月、ホーカービーチクラフトは 中国本土の顧客にホーカー4000の初号機を納入した。2013年5月現在、ホーカービーチクラフトはホーカー4000プロジェクトを含む Z 部門を売りに出している。同社はホーカー4000の将来を最終的な買い手に、私、プロペラ機に注力する方針だ。2018年までには、2008から2010年のホーカー4000は、 エンジンのスクラップ価格で400万ドル前後で取引されていた。ホーカー4000のキャビンホーカー4000は10人乗りが可能である。この航空機のカーボン複合材料構造は同クラスの多くのジェット機よりも広い室内空間を提供する。内部のスタンディングルームは平均6フィートである。この複合材構造はまた航空機を標準的なアルミニウム構造よりも軽量化し、 最大航続距離は3445回り、実用上昇限度は45000フィートを可能にする。フライトデッキには、エンジン軽機、乗員警告システム、ファデック、オートスロットル機能のある、ハネウェルプリムスアビオニクスが搭載されている。出展、フライトインターナショナル証言性能。ありがとうございます。